こんにちは、柳田理科の一日一科学。温泉は気持ちがいいだけではなくて体にもいいと言われます。これはなぜでしょうか？温泉に入ると体が温まるので血液の流れが良くなります。そして体がお湯に押されるのでマッサージと同じ効果があります。そしてお湯の中では体が浮かぶのでリラックスできます。ここまでは普通のお風呂と同じです。普通のお風呂と違うのは、温泉には二酸化炭素やミネラルが入っていることです。二酸化炭素は血液の流れをさらに良くしてくれます。ミネラルというのは生き物が生きるのに必要な金属のことで、体の表面に膜を作ってくれるので、温泉から上がった後も体が温かいままになります。そして温泉には消毒作用のある成分も含まれるので、怪我が早く治ります。つまり温泉が体にいい理由は、温かさ、そして二酸化炭素とミネラル、それから消毒作用のある成分ということになりますね。今日の一日一科学、温泉には二酸化炭素やミネラルが含まれる。お湯に二酸化炭素がどのぐらい含まれているか、またどんなミネラルがどのぐらい含まれているかによって、全国各地の温泉には特徴があるわけですね。また明日。